こんにちは、エバトタケシです。今回は、楽しい悩み方と苦しい悩み方というテーマでお話ししていきたいと思います。悩むとは、より良い結果を得るためにはどうすればいいかと考えている状態です。自分のためにより良い結果を得たいと一生懸命考えているのだから、悩むというのは基本的にはいいことです。 例えば私は朝食を買いにパン屋に行くと焼きそばパンにしようかクリームパンにしようか悩みます。これはどちらにしたらより自分を喜ばせることができるかと考えるということです。自分のために一生懸命考えるといういいことをしています。焼きそばパンを食べた時のこと、クリームパンを食べた時のことを想像して、うわぁ、どっちも捨てがたいなぁと悩むことを、 楽しむことができます。しかし、朝8時にパン屋に行って、12時まで何を買うかを決められないというのは、ちょっとやりすぎです。悩むのは悪いことではないけど、時間制限をつける必要があります。朝食を買いに行っているのに、12時まで悩んでしまったら、朝食をとって自分を満たすという目的を果たすことができなくなります。悩みが問題になるのは、 より良い選択をしようと考えることに夢中になりすぎて行動を起こすことを忘れてしまうときです。悩みを抱えるとは行動を起こしていないということです。なので行動を起こした時点で悩みは解消されます。今日は焼きそばパンにしようと決めた瞬間から一つ悩みから解放されます。悩むとはより良い結果を得るために どっちにしようか考えているということです。より良い結果を得るために考えているのだから、どっちを選んでも良い結果を得ることができるはずです。行動を起こすとは自分を前に進めるということなので、基本的には良い,いことです。私たちにとって悪いことというのは何もしないでいることです。行動を起こすというのはそれだけで良い,いことなので、あまり考えすぎる必要はありません。 なかなか行動できない人は、失敗しないためにはどっちにすればいいか、悪い結果にならないためにはどうすればいいかという考え方をします。自分の選択次第で悪い結果を得ることがあると考えたら、すぐに決められないのは当然のことです。しかし、行動すれば必ず何かを得ることができます。行動すれば失敗はありません。本当の失敗とは、 何も行動を起こさないで何も得ることができないことです。焼きそばパンにするかクリームパンにするか決められない状態が続くことで何も得ることができなくなります。しかしどちらかに決めてしまえば必ずパンを食べるという良い結果を得ることができます。焼きそばパンにしてちょっと違ったなと思ったら次はクリームパンにすればいいだけです。人生はいくらでも取り返しがつくから大丈夫です。 ということで悩むというのはより良い結果を得るためにはどっちにすればいいかとワクワクすることです。この前スーパーで20%引きのエクレアの前で立ち止まっている女性を見かけました。美味しそうだけど5個入りはちょっと多いかな。お買い得だけど賞味期限がちょっと短いなぁと悩んでいたのかもしれません。私が5分後にまたデザートコーナーを通りかかった時、 まだその女性は同じ場所にいました。心なしかさっき見かけた時より顔が真剣になっています。多分悩むことがワクワクから苦痛に変わったのだと思います。悩みが苦痛に変わった時は行動を起こす時です。その女性は買うか買わないか決めてスーパーから出ることで苦しい悩みから解放されることができます。ということで 想像の世界に夢中になりすぎて行動を起こすことを忘れないでほしいと思います。行動を起こせば何かしら得ることができると考えてどんどん自分を前に進めてあげましょう。今回も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日を送っていきましょう。エバトタケシでした。